それでは今度はステップ2ですね。今度は商品のアップロードする方法をご説明します。こちらのサブメニューのアップロードをクリックしてください。はい。でこちらの、登録に進む前にですね、事前に準備していただくものがあります。準備するものとしてはここのステップ2の段階では販売する商品ですね、お客様に商品を販売したときにダウンロードしてもらうあなたの商品、これをですね事前に準備しておいてください。このような形でフォルダーにまとめてですね、今回ビデオの説明用で作ったものですので、この中にはシンプルにテキストファイルが入っているだけですけれども、実際にもですねあなたが例えばレポートや ebook などを販売するときには pdf のファイルとかそういったものを保存するという形になると思います。はい。このようにですね、販売するものをフォルダの中に整理して準備しておいてください。はい。で、ここでのですね、アップロードするファイルとフォルダなんですけれども、ここはですね、必ず半角英数ですね。はい。半角英数で名前を付けてください。全角のですね、日本語の文字などで付けてしまいますと、正常にダウンロードできなくなりますので、ご注意ください。で、このようにですね、お客様に納品するファイル、一式をですね、準備しましたら、圧縮しておいてください。Windows でしたら、XP 以降ですと、右クリックで圧縮することもできますので、送るで、ZIP フォルダですね。はい。このようにしてですね、ZIP 形式でファイルを圧縮してください。はい。では手順を説明します。まずは商品名ですね。はい。はい。そして販売価格ですね。今回テストなので100円としておきます。そしてこちらは商品の簡単な説明ですね。はい。そしてアップロードというところがあります。ここのですね、右側に参照というボタンがありますので、ここをクリックしてください。そうしますと、どのファイルをアップロードしますかということで、ファイルの選択ウィンドウが出てきます。ここでですね、先ほど準備しました圧縮ファイルを選択してください。テスト ZIP というものを準備してあります。はい、こちらを選択します。はい、そして登録するのボタンを押してください。はい、確認画面が出てきますので、ここでですね、登録しますのボタンを押してください。で、この時にですね、アップロードファイル、このファイル名なんですが、あなたが付けたファイル名とは違うものが名前が出ておりますけれども、これはですね、システムが自動生成されたファイル名ですので、こちらをですね、気にしないようにしてください。そして確認したらですね、こちらの下の確認しました商品を登録します。このボタンを押してください。はい。以上がステップ2の商品のアップロード方法です。